はい、どうも、サケです。はい。ということでね、今回の動画は、新規エクル。まあね、合コン大好きなエクルで、まあ、トリプルアクセルじゃなくって、ピースフルね、やっていくんですけども、ちょっと使ってみて思ったのが、まあ、S2 がね、発動が早いんですよね、とにかく。なので、まあこのキャラノースもね、まあパパパッと倒すことができると、いうことで、なかなかね、まあ、優秀なところはあるかなと。こんな感じね、もう襲われる前に倒してしまうと。ただ、3面のでかいやつはね、無理かなと。でね、まあ、HP 自動回復もあるので、まあ結構、即死回避と合わさってね、粘り強く生き残ることができるかなという感じです。あと、ま、新規前と変わったところといえば、ま、水属性ダメージ追加っていうのもそうなんですけど、まあ、HP の条件ね、50% 以上っていうのは、前は70だったのが、ま、50になったという感じで。あと、ま、スキル火力も、ね、当然上がってくれてるんで、なかなかね、いい感じだと思うんですけど、ただやっぱりね、呪いの武器前提というか、そういう感じですね。で、ま、操作もできるからね。まあ、飛びついてくるのも一応避けながらとか、まあ、発動早いからね、一応できなくもないという感じで。で、一応、火ダメージ軽減の、50% かな、ついてるんですけど、それと呪いのね、防御の2倍で9割カットできてるはずなんだけど、すごい食らうと。不思議ですね。80% 簡単に切ってしまうのか、何なのか、こんな感じで。まあ、ここの面はね、ちょっと、このね、SP 削るやつ出されちゃうと結構厳しいんですよね。なんで、この、輝く翼でね、あの鏡を割りつつとかね。とりあえず最初にとにかく1匹倒しちゃえばね、マリオネットは。いい感じなんで。まあ、あとの1匹はもうじわじわと。ただ、この竜巻がね、ちょっと違うところに行っちゃいすぎるのがちょっと大変かなと。まあ、自動回復の量もね、呪いだと結構あるんで、いいかなと。ちなみに、今の闇の協力かな、行ってみたんだけど、まあ、倒れてる間に、まあ、2000万ぐらいはダメージ与えられるかなという感じで、まあ、悪くはないかな。はい、そんな感じで、2面はね、サクサクっと終わるかな。で、問題の3面なんですけど、まあ、このゴーレムがね、今回、つかみばっかりね、狙ってくるんでね、ちょっと厄介でしたね。まあ、ちっちゃいキャラノースはね、あっさり倒せるんで、まあ、潰しちゃってから、ね、安全にね、立ち回って、やってもいいかな、と。そういう気もする、かな。ただ、やっぱ若干この打たれ弱い感じが、結構辛いところがあるなっていう。あとまあ、自動回復もなんか3秒間隔になったのかな。まあ、ソフィーのね、降ってくる雨の方がまだまだね、なんかダメージ与えてる感あったような、気がする。こんな感じでね、こいつは結構しぶといんですよね、でかいやつは。今回ちょっとターゲットがね、映っちゃってるんで、襲われないですけど。まあ、新規ソフィーとね、まあ似たような感じのところもあるかなという感じで。竜巻が地味に効いてくれるんで、ありがたいですね。ということで、まあ、今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。まあ、非常にね、面白いキャラなので、持ってる方はね、ぜひ、新規して遊んでみてもいいんじゃないかなと思います。はい。それでは、また。では。